一種だ。ごちそうさまでした。はい、ありがとうございます。2550円です。2600円からいいですか。はい、ありがとうございます。50円のお返しです。はい、美味しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。いやー、よく食べた。下戸の俺がまさか魚鍋とは。人生は面白い。明日の俺は一体何を食べるんだろう。原作者久住正幸が実際にお店訪問、フラット久住。都電荒川線宮の前駅からほど近いところにあるとんかつ丼平。久住さん、名物の炎の魚鍋に挑戦。電気消して。おおおお、結構いつまでも。はい、2、3分もいてます。これはいつ頃からやってるんですか。これもう40年ぐらい前から、炎の魚鍋セットは1人前からできますが、予約制なのでご注意を。じゃあ豚のしゃぶしゃぶをちょっと。美味しそうだな。こんなのやっちゃっていいのかなっていう。で、柚子胡椒のさつきの入ったやつですね。うん、おう、うん、柚子胡椒が入るとまた美味しいですね。今日はなんかごちそうですね。しばらくしゃぶしゃぶしていると。え、今日は暑いので。あ、そうだ、頼んないんだけどな。あ、そう。あ、いやいや、あれ継がれちゃったらこう、こっちにはしゃぶしゃぶ、こっちにはビールって、もうほんと、あらららら、あらららら、ら、ら、継がれちゃったらしょうがないかなっていう。あ、今日は暑いですからね。うん、おいしい。あー、おいしい。続いて注文したのは、じゃあミニセット定食です。おお、いいですね。はい、このぐらいの感じ僕好きですね。あの、五郎さんみたいにいっぱい食べれないんで。どん平のとろろは味噌が入った特製のもの。とんかつはデミグラスソースの上にとんかつソースをかけると、さらに美味しくいただけます。美味しそう。美味しい。すごい柔らかい肉ですね。豚のバラ肉を、6、7時間煮まして、トロトロにして、で、一昼夜冷蔵庫に。それからとんかつにしてます。豚の角煮を作るような過程で。そうですね、はい、なんか煮豚を揚げたっていう感じがしますよね。どん平特製のとんかつを味わう久住さん。うん、ほんと角煮みたいな感じ、ね、ちょっと普通のとんかつとも全然違うものと考えた方がいいですね、これは。ちょっと変わってるますね、これ。さて、久住さん、ミニセットの中で気になるものが。ん？これ美味しい。生姜と何が入ってるんですか。生姜と玉ねぎと。玉ねぎか、はい、これ真似したいな、うちで。このミニセットいい、すごくいい。うん。ちなみにドラマで五郎さんが頼んだサイズはさらに小さいサイズのセットですので、ご注意を。炎の魚鍋とどん平特製とんかつ、皆さんはどちらを選びますか。
信濃川でかいな。日本列島は空から見ればほとんどが山だ。